新エオジェをご覧の皆さん、こんにちは、シンです。今日最後のがですね、プリキュアの語りをやりたいと思います。はい。で、まあ、さっき、ピカルンさんの動画を見たんですけど、今、なんかセブンイレブンで、プッチョをね、なんか買うと、なんかファイルがもらえるんですよ。それで僕、ユキリンがね、欲しいですね。まあ、なので、また買う予定でいますので、よろしくお願いします。で、まあ、プリキュアの語りはですね、ちょっとね、僕とね、新メンバーに入ろうとしてる子がリクエストしたリクエストことで、まあ、同じ学校の部活の子からのリクエストでやりました。プリキュアですね。はい。ちなみに、女の子に元気が出るという感じで、まあ、そう、プリキュアってやっぱり、好きな、男でも好きな人がいれば、まあ、見ない人もいます、いろいろと。はい。なので、僕見てたのは、やっぱ、二人はプリキュアで、あれはちょっと見ていました。はい。で、今のスマイルプリキュアは見てません。スーパー戦隊と仮面ライダーを終わったら、まあ、もう見てません。はい。まあ、なので、まあ、プリキュアが好きな方はね、なんか今、スタンプラリー終わったみたいなんですけども、やってな、ステッカーをもらった人もいると思いますので、よろしくお願いします。はい、ということで、今日最後の動画ですね、プリキュアの語りでした。以上、新エオジェの名越でした。ありがとうございました。